ぶっちゃけ iPhone6S から7なんか変わったのかなあ、変わった？あ、やっぱりね。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。いやー、どうなんだろう、あのジェットブラックすごい人気だったらしいよね。ほんで未だにまだ到着してない人も多々いるという噂もね聞きつけておりますけども、いかがでしょう。まあそれでですね、今あの iPhone あの 6S 持ってるけど、あの iPhone 7に買い替えようかなどうかなって人もねたくさんいらっしゃると思います。まあそんで本日はですね、こちら iPhone 7ね、まあ大体2週間ぐらい使ってみたんですけども、それでですね、あの良くなったと思う点、そしてですね、まあんまイマイチかなっていう点をですね、いろいろご紹介していきたいなと思います。ではね、早速行きましょう。ほんで結構ですね、他の YouTuber さんでも1週間使用レポートとかね、まあいろいろあると思うんですけど、あの一応なんかそっちの参考事例にね、あの引っ張られそうなんで、一応ね、あのそっちの方はね、誰のもまだ見ておりません。今回個人的に私が感じたことでございます。まずね、ちょっとやっぱいいなと思い始めたのがね、あの意外や意外なんですよ。あの最初ね、この本ボタン結構私、あのディスってたじゃないですか。なんかイマイチだなって。なんかね、2、3日使ってたらね、結構しっくりき始めて、なんか気持ちよくなってきたんですよ、逆に。今までのね、この押し込みの方が、なんか逆に力が必要でさ、なんか嫌だなって。こっちのね、あの疑似的な、このホームボタンの押しやすさがね、なんかすごくね、気持ちよくなってきた。いや、これマジ。まあ、そんで今んとこね、あの、いいなと思ってるのが、実はあの、そこ。ただね、あの、防水とかね、他にもあの、フェリカが使えるようになる、これからね。そこはね、すごく大きな進歩だと思います。もうね、みんなこうやって無理やり、スイカつけてると思うんですけども、もうこれから取っ払われるから、こんな分厚いのもいらなくなるから、そこは大きな前進。ただ今のところですね、私はそんぐらいなんですよね。あの、プロセッサーもね、むちゃむちゃね、良くなったんですよ、これ。ただ、私の場合、まあ、使い方にもよると思うけど、こっちのね、iPhone 6S でも、そんなね、もっさりした印象を受けてなかったから、なんかこっちに変わってからね、あ、めっちゃ早くなったじゃんなんていうのは特にね感じません。ほんでまあ正直にということで、よしこさんって思ったのが、やっぱね、いろいろこれ取り上げられてると思うんですけど、シャッター音うるさいわこれ本当に。ちょっとね、今この映像からね、それが伝わるかどうかわかんないけど、まあこっち 6S 行くよ。 6S だと、ほんで iPhone 7、ちょっと分かりづらいよね。ただ今までのやつってさ、ここ一番のポイントなんだけど、ここなんですよ、ここ。ここを指で隠してあげればね、いくよ。通常これ。で、指で隠す。めっちゃ抑えれるの、音量。ただ今回こっち、いくよ。ここ。全く同じ場所。通常いくよ、通常。ここ抑える。これね、分かりました。今回ね、これあの、ステレオみたいな感じで、こっから元出んの。だから、こっからもね、シャッター音がさ、こっからもこっからも出てくんのよ。なんでそこまでしてシャッター音つけたい、日本のスマホだけは。いや、なんかいろんな噂あるけどね、隠し撮りがうんたらとかさ。でもね、それはね、あの、日本だけじゃない。あの、海外も隠し撮りなんてあるから。でもなぜかね、日本だけそれついてんだよな。例えば、ギャラクシーとかどうだろう。シャッター音対決だ、シャッター音対決。iPhone 7。ギャラクシー。まあ、音の音量については iPhone 7の方が勝ち。ただそこはあんま勝ってほしくないけどね。いや、なんかね、iPhone 7のね、音を消す裏技とかあるけどさ、あの、日本もね、確か法規制はされてないはずだよね。確かそうだったと思うんだけどな。だからさ、消そうね。マジね、この、スクショでさ、スクショでシャッター音になるのマジ意味わかんないから、ちょっと静かなところだとね、これ結構気になっちゃうからね。ほんとね、アッポさんお願いします、アッポさん。まあそんで次ラスト。ラストがね、あのカメラについてなんだけど、あのやっぱあの過去のものと比べるとね、やっぱね、暗い場所ね、あのすごく強くなったと思う。ただやっぱね、思ったよりかはっていうのは やっぱ感じる部分あってさ、あのこの前私誕生日にさ、あの iPhone 7だけで撮影したっていう映像あったと思ったんだけど、やっぱ結構室内で撮るとね、あのノイジーだったりするわけ。まあでもね、これあのセンサーサイズとかあるからね、そこら辺は仕方ないんだけども、特にインカメラだね。ちょっと待ってね、今ね、ちょっと照明消すわ。まあ今こんぐらい暗くっていうか、もうちょっと明るく見えるんだけど、肉眼だと。そんでね、ちょっとこれ2台比べてみるわ、どんな感じか。今こんな感じですね。どうもこんばんは。カズチャンネルのカズでございます。2台の感じはどんな感じかな、インカメ。やっぱ YouTuber だから、結構インカメ使うことが多いんだけども、どうでしょう。こんな感じでございますね。どうなんだろう。これはまた編集の時にね、見て考えようと思います。まあね、
こんな感じでございますね。やっぱ人によってね、すごい良くなったと思う点とかね、悪くなったと思う点は違うと思うんですけども、私のまとめとしては、良かった点はホームボタンがね、すごく気持ちよくなった。そんで、いまいちな点が、シャッター音うるせえよ、バカ野郎、だけです。まあそんでね、この 6S から、この7の買い替えについてなんですけども、まあ私個人的に言えばね、iPhone しか使ってないのであれば、全然買い替え OK だと思います、これ。やっぱね、フェリカもそうだし、みんなはね、動画より写真の方になるからね、写真だとね、今以上にもうちょっと綺麗に写るはずだから、みんなでね、飲んだ時、ちょっと暗いさ、居酒屋さんで写真撮った時とかね、全然綺麗になってるから、そこはね、ちょっと保証いたします。以上、こんなところで、iPhone7、2週間使用レポートでございました。